完食っていう感じになってくれれば成功になりますんで。なんか質問逆にあります？大丈夫です。大丈夫だね。じゃあ今盛り付けしてきますんでお待ちください。大丈夫だ。すいません、お待たせしました。どっち向きに出した方がいいか、どっち向きに出した方がいいかな。こっち向きに出した方がいい。大丈夫。食べ方はどうでもいいんですけど、まあ、うち煮込みカツカレーのお店じゃないですか。看板商品がこちらの一番ちっちゃい右のカツがスプーン1本で来て食べれるカツってことで全国から食べに来ていただいてます。他では絶対食べれないカツだから、用意どうしたらスプーンで切って食べてみてください。あとは適当に食べてください。今タイマーの方お持ちしますんで。煮込みカツで覚えてもらえると、うちの店名です。それで真ん中がメンチですね。で左がチキンカツ。納得いくまであって。この時間暇ながらいいんだ。優しそうだな。どうし、あれ、そっちでタイマーって、じゃあ一個だけでタイマー大丈夫か。30分一本勝負になりますんでね、はい、じゃあ心と体の準備はよろしいでしょうか、はいはい、30分一本勝負になります、はい、よーいスタートです。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。そう。
さん。おめでとうございます。ありがとうございます。タイマー測んなくてよかったね。14分ぐらいか、ほぼほぼ早いね、やっぱし。おめでとうございます。ありがとうございます。何食目なの？何食目ですか？どことどこ行ったの？千葉で来た。持ってっちゃう。すげえ綺麗に食ってるな、嬉しいな。カツどうでした？大丈夫でした？柔らかかったです。よかったです。